皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本ようやくチャンネルのたけ見です。それでは早速、本日のお品書きは次の通りです。一言で、9割の市販のカレーの正体は毒でした。古い油と添加物まみれで炎症激増。腸に穴が開いて、寿命が激減しますということについて。 二件で死にたくなければこれを食え絶対に安全な正真正明の神の無添加カレー三選について解説していきたいと思います。それでは早速一元の9割の市販のカレーの正体は毒でした。古い油と添加物まみれで炎症激増、腸に穴が開いて寿命が激減しますというお話から解説をスタートして参ります。さて、 カレーというのはもはや私たち日本人のね、ソウルフードと言っても過言ではないでしょう。カレーは一度作っておけば作り置きして何度でも食べることができますし、最近ではパッケージのままチンができるというレトルトカレーも増えてきておりますよね。このように。 便利で美味しいカレーですが選び方を間違えると体にとんでもない異変が起きてしまうということが分かってきているのでぜひ皆さん注意してほしいです。カレーというのは美味しくて便利で手軽に食べられてついつい食べてしまうものですから最新の注意を払ってほしいです。そこでこの動画の最初となる一言では絶対に食べてはいけないヤバすぎる猛毒カレーの特徴について合計5つご紹介していきたい と思いますそれでは早速一つ目に紹介したいヤバすぎる猛毒カレーの特徴は固形のカレールーでありますさて皆様数あるカレーの中でも絶対に口にしてはいけないものがパーム油入りの市販のカレールーになります皆さんの中に今ねご自宅にカレールーがあるという人がいれば ぜひ今すぐそのルーの箱に書かれた食品表示を見てみてほしいんです。多分多くの方がパーム油なんて書いてないから大丈夫だとほっとしたことだと思います。ですがそれではまだ全然安心できないんです。なぜならば日本の食品衛生法ではパーム油は 植物油脂と記載されることが許されているからです。市販の安物のカレールーのほとんどがパーム油入りの猛毒カレーになっていますから、植物油脂と書かれていれば、それはほぼ十中八九、パーム油入りであると思っておいて、間違いはありません。 また、植物油脂という名前のパーム油だけじゃなく、マーガリンやショートニングが入っているカレールーもまた同じく猛毒ですから、絶対に口にしてはいけません。 ここでちょっと食品衛生の歴史をおさらいすると、そもそもですが、パーム油というのは危険なトランス脂肪酸の代わりに使われるようになった植物油になります。トランス脂肪酸というのは本来であれば液体であるはずの油を人工的に固体に作り変えた油で、 高確率で心筋梗塞のリスクを爆上げするという正真正銘の猛毒ですこのようなことからすでにアメリカをはじめとする先進国ではトランス脂肪酸を食品に使うことは禁止されていますこうした背景から使われるようになったのが パーム油になります。パーム油はトランス脂肪酸と同じく常温で固形の油ですから、食品業界にとっては流通や管理がとてもしやすいというね、メリットがあるわけなんです。トランス脂肪酸が食品表示で ショートニングやマーガリンと表記しなければならないのに対しパーム油であれば植物油脂と書けば ok ということになっています植物油脂なんて言われると植物から取れた油かじゃあ全然体にいいんじゃないのと多くの人が誤解しますこういったことからパーム油は見えない油とかステルス添加物などと呼ばれることがありますつまり本来はねパーム油は体に悪いも 毒に他なりませんが植物油というね体に悪くなさそうな名前で書かれていることでその毒性を私たち消費者に隠しているというわけなんですこのようなパーム油はトランス脂肪酸が各国で禁止されたことによって 今、どんどんシェアを伸ばしています。未だにトランス脂肪酸が使われている食品衛生更新国である日本でさえ、今やパーム油はナタネ油に次いで2番目に多く使われる食用油となっています。しかし、このパーム油には次のような数々の問題があるということが分かっています。1 BHA による発言性。に飽和脂肪酸による動脈性疾患のリスク。3. 生産に伴う人権問題。こういった問題がパーム油には存在します。中でもね、私たち消費者にとって最も大きな問題となるのがパーム油が持つ発言性ではないでしょうか。実はパーム油は、それ自体には発言性は確認されていないものの、パーム油の添加物である、B BHA に発言性が確認されております。BHA はブチルヒドロキシアニソールという合成薬品であり、パーム油を輸送する際にね、酸化を防ぐために添加されるものになります。日本に輸入されているパーム油のほとんどがインドネシアやマレーシアといった東南アジアで作られて船に乗せられて輸送されます。船便は 飛行機と違って輸送に非常に時間がかかりますからそもそもが劣悪な油であるパーム油は放っておくとさらに劣化して火酸化脂質になってしまうんですこのようにね酸化してしまったらもう売り物にはなりませんから酸化を防ぐために添加される薬剤が BHA になります BHA は実験によって胃がんのリスクがあることが報告されていて、実際にアメリカの一部の州では BHA が明白な発ん性物質として登録されております。 日本人というのはね、ただでさえ、胃がんが多い民族ですから、パーム油が使われたカレールーによって胃に穴が開いてしまう可能性は、決して否定できないんです。ただし、中には、BHA の発岩性は、ラットのような下肢類に限ったことで、人体には影響がないよという意見もございます。しかしね、100歩譲って、そのような意見が正しいとしても、パーム油は、飽和死亡 脂肪酸という体に悪い脂肪酸を大量に含んでいてトランス脂肪酸と同様心筋梗塞をはじめとする血管系の病気のリスクになるということが分かっています飽和脂肪酸というのは動物の脂肪にも含まれる脂肪酸ですがお肉に飽和脂肪酸のデメリットをはるかに上回る健康上のメリットがある一方で パーム油には正直なところ何一つメリットはございません。そのためパーム油が使われたカレールーを食べるというのは牛肉から体に良い赤身を全てそぎ取ったラードを丸かじりしているのと同じことであります。実際研究によって ハムイは他の植物油に比べ、動脈硬化の原因である LDL コレステロールの値を大きく上昇させることが分かっています。このように。 トランス脂肪酸の代替品として使われるようになったパーム油は発癌性と動脈硬化の二つのリスクがあるという点で元々のトランス脂肪酸よりさらに体に悪い猛毒であるということができます。おまけに先ほどの通りで食品表示にはね植物油としか書かれていないステルス添加物なわけですからトランス脂肪酸よりもねはっきり言って立ちが悪いと言えるでしょう。 トランス脂肪酸であれば多くの人が危険だと知っているから避けよう避けようと思いますが植物油としか書かれていなければ多くの人は平気で摂取してしまいますさらに最近ではパーム油の製造に関わる人権問題も大きく取り上げられるようになってきています今回の動画はね健康についてのお話ですから人権問題については深くは掘り下げませんが お隣の中国で起きている人権侵害に一度でも嫌悪感を抱いたことがあるという人は、ぜひ一度グーグルでパームユ人権と、 検索してみてほしいと思います。きっと、両親の葛飾を感じ、二度とパーム油入りのカレールーなど、口にしたくなくなることでしょう。もし皆さんのお家に、植物良しという表記のあるカレールーが常備してあるのならば、皆さん自身の健康と正義のため、今すぐそんなものは捨ててしまい、金輪材、二度と買わないという不買運動を起こさなければならないんです。それでは次、二つ目に紹介したい。 絶対に食べてはいけないやばすぎる猛毒カレーの特徴は茶色い欧風カレーになります。さてこれは先ほどのパーム油入りのカレールートも重なるお話ではありますがもし皆さんが食べているカレーにパーム油が入っていなかったとしてもそのカレーが茶色であるなら要注意になります。そもそもですが皆さんカレーというのはどこの国の発祥の食べ物でしょうかそう。 インドですよね。私たち日本人がよく食べている茶色いカレーは元をたどるとインドまで遡ることができるわけなんですが、インドカレーを一度でも食べたことがある方なら日本の欧風カレーとインドカレーは全く別物であるということがお分かりいただけるはずです。実は、 これには事情があります。実はカレーはインドから日本に直接伝わったわけではなく、インドからイギリスを経由し、日本に伝わったという歴史があります。かつてインドがイギリスの植民地であったことは有名ですよね。実はイギリスでは当時、 栄養バランスが良くて安い、シチューがよく食べられていました。ですがシチューには牛乳を使いますから、どうしても長持ちしないというデメリットがあったんです。当時は飛行機なんてない時代ですから、イギリスからインドに渡るには、 船で何日もかけなければいけません。そこでシチューの代わりに食べられるようになったのがカレーだったんです。この時にできた牛乳の代わりにカレー粉を使ったインド風シチューが現在の日本の欧風カレーの原型とされています。 このようなインド風シチューにはたっぷりの牛肉や炒めた玉ねぎが入っていて、現在の日本の欧風カレーと同じ茶色をしておりました。ですが現在市販されている多くのカレールーは色は同じ茶色ではあるものの、 中身は当時のインド風シチューと全く異なっています。食品製造業者としては茶色いカレーを作るためわざわざ牛肉や炒めた玉ねぎを使っていてはコストがかかってしょうがないですよね。そのため手っ取り早くカレーの茶色を表現するためある添加物を入れています。それこそが発岩物質。 カラメル色素になります。カラメル色素はカレーだけでなく、例えばコーラやめんつゆなど、現代のありとあらゆる加工食品に使われている非常にメジャーな添加物になります。あまりにメジャーすぎて、カラメル色素が使われていない食品をね、探す方が難しいかもしれません。このように、あまりにも多くのものに使われているため、私たちの脳は麻痺して、カラメル色素が非常に有 害であるとということを忘れてしまっているんですしかし、カラメル色素は、歴然とした発言性物質で、健康を考えるのであれば、決して口にしてはいけない猛毒なんです。日本では、カラメル色素と一括りにして呼ばれていますが、実はカラメル色素には、タイプ1から4の4種類があります。このうち、砂糖を煮て作られる、 伝統的なカラムル色素はタイプ1だけでその他は全て科学的に合成された合成薬品になります。特にタイプ3と4はアンモニウム化合物を使用するため非常に危険です。アンモニウム化合物は塩素と反応することで火災や爆発の危険がある物質で私たちの人体に対しては皮膚炎とか排水種といった 重篤なダメージを引き起こすことが知られているんです。特に排水種は体内に溜まった水のせいで肺が溺れてしまうというね、恐ろしい病気になります。アンモニウム化合物を使うと大量のカラメル色素を効率よく安価に作ることができるため、日本で流通している カラメル色素のほとんどがタイプ3と4であると言われています。そして中でも最も危険なカラメル色素がタイプ4になります。タイプ4のカラメル色素は製造時に4メチルイミダゾールという副産物が発生することが知られているんですが、この4メチルイミダゾールに発がん性があるということが確認されているんです。4メチルイミダゾールは WHO の関連組織 国際癌研究機関の発癌性分類でもガソリンやクロロホルムといった猛毒と同じ 2B に分類されておりますつまりタイプ4のカラメル色素が入ったカレーを食べるのはガソリンを飲み干すぐらい危険な行為であるということなんですさらに問題を恐ろしいことにしているのは日本のずさんな食品衛生法になります諸外国では カラメル色素3と4の強烈な毒性が問題になっていて食品表示の際にきちんとカラメル色素の分類まで表記しなければならないようになっています。しかし日本では 比較的安全なタイプ1だろうと、ガソリンレベルに危険なタイプ4であろうと関係なく、すべて一括してカラメル色素と表記すればいいことになっているんです。つまり、皆さんが食べているカレーに使われているカラメル色素が発岩物質であるかどうかを判断することが、私たち消費者にはできないというわけなんです。しかも、 先ほどの通り、カラメル色素は危険なタイプほど安く作れるわけですから、食品業界として見れば、当然タイプ3や4を使った方が儲かるじゃないですか。このようなことから、私たちが口にする加工食品のカラメル色素は、高確率で発芽性を持っていると考えることができるんです。このようなわけで、 カラメルシ素によって作られた茶色の欧風カレーは絶対に食べてはいけないことがお分かりいただけるでしょう。それでは次3つ目に紹介したい。絶対に食べてはいけない。ヤバすぎる猛毒カレーの特徴。常温でもトロトロのカレーについて解説していきます。さて先ほど申し上げた通りで、固形のカレールーが なぜ固形なのかといえば、常温で固体のパーム油が使用されているためです。では、常温で液体のトロトロしているレトルトカレーであれば、パーム油の心配はないのでしょうか実はそういうわけではないんです。なぜならば、常温でトロトロのカレーには、固体であるはずのパーム油を液化するための薬剤が、 添加されているんです。その薬剤が乳化剤です。乳化剤とは一言で言えば油と水を混ぜるための薬剤のことになります。油と水というのは本来混じり合いませんから水にパーム油を溶かしてもすぐに分離し、またパーム油が固まってしまうはずですよね。乳化剤を使うと 水とパーム油が分離しなくなりますので、レトルトカレーのように常温でも液体を保つことができるんです。そしてこの乳化剤が問題なんです。後で2元で紹介する無添加のカレーも油分と水分の両方が入っているにもかかわらず、液体の状態を維持しています。ですがこれは、 科学的な乳化剤が入っているためでなく、蜂蜜やトマトといった食材が天然の乳化作用を発揮してくれるためなんです。一方で、安物のレトルトカレーにはそんなに体に良い食材は使われておりませんので、危険な合成乳化剤が使われているということになるんです。実はこの乳化剤こそが、今回の動画のタイトルである、腸に穴が開いてしまう、真犯人になっています。世界的にも 有名な信頼のおける科学雑誌ネイチャーに掲載された最新の論文によると加工食品に使われる カルボキシメチルセルロースとポリソルベート80という2つの乳化剤によって腸の粘膜層がダメージを受けてしまうことが明らかになっています。これらの乳化剤が腸の粘膜に付着するとそこで炎症が起きその部分に悪玉菌が溜まります。悪玉菌はその名の通りで 腸で様々な悪さをしてしまいますから、最悪の場合腸に穴を開け、お腹の中に便が漏れて死んでしまう恐れもあるんです。つまり一言で言えば、常温でトロトロのレトルトカレーを食べるということは、腸に穴が開く覚悟で食べなければいけないほどの自滅行為であるということ。 実際、このような腸粘膜のダメージによって、血腸癌や過敏性腸症候群など、様々な腸の病気が発症してしまう可能性も指摘されているんです。中でもこれらのうち、カルボキシメチルセロロースの方は、日本でも食品添加物の入荷剤として、非常に使用頻度が高い物質になっています。カルボキシメチルセロロースは、食品添加物だけでなく、塗料や工業用品など、様々なものに使われています。 れておりますがそんなものが華麗に入っていると思うだけでもゾッとしますよね一方でポリソルベート80はアメリカジョージア州立大学の研究によってメタボリックシンドロームのリスクを爆上げしてしまうということが確認されています また、ポリソルベート80は発岩性も指摘されていて、アメリカ食品医薬品局が食品の含有量が1%を超えてはならないと警告しているほどなんです。そして、これまた恐ろしいのが、日本ではこのような有害な化学薬品がすべて入荷剤と一括りにされて食品表示に書かれているというところなんです。これは先ほどのカラメル色素と同じです。 日本のあまりにもお粗末な食品衛生の惨状をよく表していると言えるでしょう。 乳化剤にはカルボキシンメチルセルロースのような危険なものだけじゃなくて大豆レシチンのような天然で健康的なものも存在しています。これら二つは全く似ても似つかない物質ですが、これら二つが乳化剤という言葉で一括りにされてしまっているというのが日本の現状なわけです。このように国が私たちの健康を守ってくれない、いやむしろ食品業界に忖度して、 あえて健康を害するような政策をとっている以上、やはり私たちは自分自身の健康は自分の手で守るしかないんです。国や政府はあなたの健康を守ってくれない自分で守るしかない自分の大切な人の健康は自分で守るしかないと覚悟を決めるんです。そのため、食品表示に入荷剤と書かれているレトルトカレーはどんなものであっても口にしないし大切な人に食べさせてはいけない いけないんだと決めることが大切なんです。それでは次4つ目に紹介したい。絶対に食べてはいけない。ヤバすぎる猛毒カレーの特徴は、レンジでチンできるレトルトパックになります。さて、古くからレトルトカレーというのは、アルミ製のパウチで湯煎したり、器に移してからレンジでチンしなければなりませんでしたよね。ですが最近では、このような面倒がなくて、 ケージのままチンできてしまうタイプの便利なレトルトカレーが増えてきました。まあね、レトルトカレーに限らず最近はね、親子丼とかそういったものでもそのままチンできてしまうものが結構増えてきています。ですが、 このような、そのままチンできるレトルトカレーをはじめとした、レトルト食品には、パッケージのプラスチックが、カレーに溶け出してしまう恐れがありますので、非常に危険なんです。古くからのアルミタイプのパウチは、樹脂に覆われた三重構造をしていて、中のアルミが溶け出してしまうなんていうことは、まずありません。また、レンジではなく、湯煎のため、樹脂に使われているプラスチック素材が、カレーに溶ける 心配もそこまで大きくないと考えられています。一方で、レンジでチンできるパッケージは非常に危険なんです。レンジでチンできるパッケージもまた、 ポリプロピレンのようなプラスチック樹脂でできていますが、湯煎するのとレンジでチンするのとでは事情が大きく異なるわけなんですね。湯煎というのは通常60度程度でレトルトパウチを温めますので、プラスチックが溶け出してしまうほどの高い温度ではありません。 お湯は最高でも沸騰して100度なわけですから、ポリプロプリエンが溶け始める温度である140度にはね、遠く及ばないというわけなんです。一方で、レンジでチンをするというのは、 油煎とは根本的に原理が異なるんです。お湯自体の熱をパウチに伝える油泉と違って電子レンジはパウチそのものの分子を高速で振動させることで熱を発生させます。そのため素材によっては180度を超える熱を発することもあると言われているのです。最近の家庭用の電子レンジというのはどんどん高性能になっていて600ワットを超えるタイプも ザラにあるじゃないですかこのようなレンジでは加熱によって簡単にプラスチックのレトルトパウチを溶かしてしまいます。ポリプロピレンは数あるプラスチック製品の中でも最も安全性が高いと言われていますがそれはあくまで短期的な話に過ぎません。 ポリプロピレンは工業的に利用されるようになってからまだ半世紀しか経っておらず食品の容器として使われるようになった歴史はさらに浅いでしょう。 昨今は微小なプラスチックの粒子であるマイクロプラスチックが体内に蓄積することで様々な健康被害が起きることも分かってきていてポリプロピレンが体内に入ることで起きる長期的なデメリットについてはねまだまだ未知の領域なんです将来何が起きるかわからないというのはとても恐ろしいことだと思いませんか海外では実際に体内に蓄積したマイクロプラスチックによって とってホルモンバランスが乱れ様々な健康問題が起きていることが報告されておりますこのような事情からも マイククロプラスチックが有毒なな内分泌攪乱物質ととしてて指定されれるる日もそうう遠くはいいだろうと考えられているのです今ね、皆さんがレトルトカレーと一緒に食べてしまったポリプロピレンが20年後にとんでもない病気となって猛威を振るう可能性もあるというわけなんです。そのため、たとえレンチン OK のレトルトパウチであっても必ず湯煎したりとか安全な器に移してから するようにしてほしいと思いますまた当然これはレトルトカレーだけの話ではなくレトルトパウチを使用した加工食品すべてに言えることになりますそれでは次5つ目に紹介したい絶対に食べてはいけないヤバすぎる猛毒カレーの特徴は甘口カレーになりますさて 甘口のカレーと一言で言っても中にはね、リンゴとか蜂蜜さんのような天然の成分で作られた体に良い甘口のカレーもございます。とはいえ市販のカレーのほとんどがそのような天然食材ではなく危険な人工甘味料によって味付けされているというのが悲しい今の現状なんです。なぜ市販のカレーに 人工甘味料が使われがちかというと、カレーというのはただでさえ、パーム油などのせいで、カロリーが高いため、そこに甘味料として砂糖を加えちゃったら、カロリーが高すぎになってしまうからです。消費者の多くはね、あまり人工甘味料などには気を使いませんが、カロリー表示はかなり気にしますから、カロリーが高すぎると、カレーが売れなくなってしまうわけなんです。そのため、できる限り表示されているカロリーを抑え ということで食品製造業者は砂糖よりも人工甘味料を好んで使うというわけなんです中でもカレーによく使われている危険な人工甘味料がスクラロースとアスパルテームの2つになります特にスクラロースは甘口カレーによく使われる化学物質になりますここで化学物質と言ったのはスクラロースが諸糖と塩素を反応させてできるリップ ない勇気、有機塩素化合物に他ならないからです。諸島は、遡れば砂糖からできるため、しばしば、スクラロースは天然の砂糖から生まれるから安全だなどと言われることがあるんですが、皆さんはそんな嘘に騙されてはいけません。スクラロースが、いかに危険であるかは、砂糖の6% 600倍もの甘さを持つという異常な不自然さからも十分にお分かりいただけるはずなんです。砂糖の600倍の甘さを誇るにもかかわらず、血糖値を上げない魔法の甘味料。そんな歌い文句で売られているスクラロースが怪しくないわけがありませんよね。実際、スクラロースがね、血糖値を上げづらいというのは確かです。小腸でグルコースが消化分解される砂糖と違いまして、 スクラロースは先ほどの通り立派な塩素化合物ですから体にとっては有毒です。そのため体は分解せずに体内からスクラロースを頑張って排泄しようとするんです。ですがそんなスクラロースは腸の壁を通り抜けることで一部が体内に入ってしまうことが確認されております。しかも恐ろしいことに吸収されたスクラロースはなんと腎臓に蓄積してしまうんです。このことは 口から食べたスクラロースが体内でどのように分布するかを調べた研究報告からも明らかになっているんです。 その研究ではなんとスクラロースは食べた分の10%から30%が尿中に排泄されると記されているのです。つまりですよ、口からスクラロースを摂取すると、有害な塩素化合物が私たちの大切な腎臓を通過し、その一部が腎臓に溜まってしまうと考えられるんです。さらに幸い、吸収されることなく、小腸を通過したスクラロースも悪玉菌の餌になる ことで腸内環境をめちゃくちゃに乱してしまうということが確認されておりますつまりですよスクラロースという甘味料は吸収されてもダメ吸収されなくてもダメという正真正銘の 毒薬に他ならないんです。先ほどの通り、スクラロースというのは砂糖の何百倍もの甘さを誇りますので、本来は辛いはずのカレーを甘口にするには持ってこいの薬品ですよね。ほんの少量でカレーを甘口にできてしまう魔法の薬品として、食品業界はガンガンこのスクラロースを使いまくっているわけなんです。そのため、無添加ではない人工の甘口カレーは絶対 に食べてはいけないということがわかるでしょうまたたとえスクラロースが使われていない場合でも多くのカレーでアスパルテームのような別の人工甘味料が使われていますアスパルテームは発願性が確認されていて先ほどの IARC の発言分類ではカラメル色素に含まれる4メチルイミダゾールと同じグループ 2B に分類されていますのでアスパルテームもまたガソリン並みの毒性があるということがわかりますカラメル色素とアスパルテームの両方が含まれた甘口欧風カレーに至ってはガソリンスタンドで給油機を口に突っ込むのと同じようなものですからほとんどで気が狂った行為に等しいという いうことがわかるでしょうこのように市販されているカレーのほとんどがあまりに有害すぎる猛毒に汚染されているという現実をね私たち消費者は決して忘れてはいけないんですさていかがでしたでしょうかそれではここで一旦一元の内容をまとめておきます一元まとめ この一言で紹介した絶対に食べてはいけないヤバすぎる猛毒カレーの特徴は次の5つでした。特徴1、固形のカレールー。特徴2、茶色い欧風カレー。特徴3、常温でもトロトロのカレー。特徴4、レンジでチンできるレトルトパック。特徴5、甘口カレー。 それでは次に2件で死にたくなければこれを食え絶対に安全な正し照明の神の無添加カレー3選について解説していきたいと思いますさて1件ではおぞましすぎる日本の市販のカレーの現実をお伝えしてきましたこれを聞いて多くの皆さんがもう怖くてカレーが食べられないと思っていらっしゃることでしょう ですが、カレーという食べ物自体は本来ね、選び方さえ間違えなければ、とても体に良いものですから、ぜひとも日頃から食べていただきたい食べ物なんです。そこで続く2件では、一口だけで健康になれる最強の無添加カレーについて、合計3つご紹介したいと思います。簡単に食べられるレトルトタイプ、ご自宅で作れるルータイプ、そして、 番外編として最も体に良いスパイスカレーの3タイプに分けてご紹介しますのでご自身のライフスタイルや好みに合わせてお好みのものを選んでほしいと思います。それでは一つ目に紹介したい一口だけで健康になれる最強の無添加カレーはカゴメ三種豆のベジタブルカレーであります。 さて、カレーは大好きなんだけれど、体に悪い添加物などは一切取りたくないよ。そんな贅沢な悩みを解決してくれる最高に体に良いカレーが、こちらの カゴメのベジタブルカレーとなっています。実は市販のカレーでパーム油が使われていないものは悲しいことにほとんどありません。健康を謳った無添加カレーや米粉カレーなどの多くは食品表示に植物油脂と書くことで パーム油の使用を隠していて、そんな食品製造業者を信頼できるはずがありませんよね。ですが、こちらのカゴメのベジタブルカレーは一味違います。このカレーがいかに体に良いのかは、原材料表示を見れば一目瞭然でしょう。植物油には、 ハム油ではなく健康的な大豆油が使われていて、色付きには合成着色料ではなくオニオンソテーが使われています。甘みはほんの隠し味程度の砂糖が入っているだけで、あとは良質な数々の野菜が持っている自然な甘みが溶け出しているんです。また、 アルミのパックですからプラスチックが溶け出す心配もありませんしもちろん有害な合成乳化剤は無添加になっていますこんなに素晴らしい完全無添加の野菜カレーがなんと1パック270円程度で買えてしまうというのですから驚きでしょうこのように 体に悪い成分は一つも入っていない上に3種類の豆とたっぷりの野菜が入っていますからその健康効果は抜群ですおまけに味も良いときていますからはっきり言ってねレトルトカレーを食べるのであればこれ以外の選択肢はないと言ってもいいくらいですさらに嬉しいのはこちらのカゴメのレトルトカレーシリーズにはベジタブル以外にも様々な味があるという点でしょうどうでしょうか今画面に表示して ているように様々な種類がありますですからその日の気分に合わせて好きなものをチョイスし飽きることなくカレーを食べることができちゃいます本ようやくチャンネル史上最もおすすめできる食品の一つになっていますからカレー好きの方はぜひ試しに召し上がっていただきたいと思いますそれでは次2つ目に紹介したい一口だけで健康になれる最強の無添加カレーは キャニオンスパイス、子供のためのカレールーでございます。さて、先ほど紹介したのはね、レトルトのカレーだったんですが、自分でルーからオリジナルカレーを作りたいと思う方におすすめなのが、こちらの商品になっています。 こちらはお子さんにも安心してお召し上がりいただける無添加のカレールーとなっていて甘口ではありますがもちろん人工甘味料は使われておりません植物油脂にはパーム油ではなく安全な国内製造の豚の油が使われていて当然のことながら乳化剤や着色料といった猛毒も入っておりません 甘口ルーの良いところはお好みで辛さを調節できるということでしょう。最初からスパイスたっぷりの辛口カレーは後で甘くすることができませんが甘口であればご自身で後からスパイスを入れることで味を調整できますよね。こちらのカレールーの甘みは砂糖ではなくて カボチャやオレンジ、パイナップルといった自然な果物由来の甘さになっていますから、どんなスパイスとも合わせることができます。ご自身でカレーを作るのが好きな方とか、家庭をお持ちで家族みんなでカレーを食べるという人は、ぜひこちらのルーを使ってみてほしいと思います。それでは次ラスト3つ目に紹介したい、一口だけで健康になれる最強の無添加カレーは無印良品スパイスカレーシリーズでございます。 さて最後にぜひ皆さんに食べていただきたいスパイスカレーについて紹介させてほしいんです私たち日本人にはインド風のスパイスカレーよりも茶色い欧風カレーの方が馴染みが深いですからあまりスパイスカレーが好きじゃないという方もいらっしゃることでしょうですが健康のことを考えればそれは大変もっ 足りないことになりますなぜならばスパイスカレーには血液をサラサラにする効果認知症の予防効果代謝をアップして脂肪を燃焼する効果などなど数々の若返り効果があるためです特に 認知症の予防効果については複数の研究によって実証されていますから、認知機能の低下が気になる中高年の方にとって、スパイスカレーは最高におすすめできる食べ物になります。とはいえですよ、どんなに体にいいと言われたって、美味しくなければ長く習慣化することはできませんよね。そこでぜひおすすめしたいのが、無印のスパイスカレーシリーズになります。無印には非常に多くの スパイスカレーのラインナップがありそのどれもが無添加で体に良いものばかりですスパイスカレーに挑戦してみたいと思った方はぜひ無印のカレーコーナーに足を運んで気になったカレーを手に取ってみてほしいと思いますさていかがでしたでしょうか 今回紹介した無添加カレーは概要欄にリンクを貼っておきますので気になる方はぜひチェックしてみてほしいと思います。それでは2弦の内容をまとめておきます。2弦まとめ。この2弦で紹介した一口だけで健康になれる最強の無添加カレーは次の3つでした。1、カゴメ、3種豆のベジタブルカレー。2、 キャニオンススススパパイイ子供ののたためカカレレーーーールー3無印良品スパイスカレーシリーズでしたそしてね、最後にもう一段上を目指す方にとっておすすめできる方法がスパイスカレーを手作りするということでございます結構ね、スーパーなどに行けば健康に良いスパイスの数々が売られていますからこういったものを買ってきてね、スパイスカレーを一から手作りしてみるというのも非常に楽しくそしてめちゃ くちゃ健康的でですすすすからおすすめです今は便利な時代でスパイスカレー作り方と検索すれば小麦を使わずスパイスからカレーを作る方法が載っていますからぜひ参考にして作ってみてほしいと思います。 本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました